はい、では本日も葉巻をぶちけめていきましょう。本日開封するのはこちらの葉巻です。じゃーん、ファン・ロペスセレクションエスペシャルです。白い外箱がかっこいいですね、これ。これね、もちろんここにラカーサのシールが貼ってあるのが分かる通り、ラカーサデルハバの限定の葉巻なんですけれども、外箱が白いのってなんかこう新鮮ですね。やっぱ黒とかね、そういう風なのが多いんで綺麗ですね。箱もでかいんですよね、これ分厚いで、こっちにもラカーサデルハバのって書いてあって、横の方にはセレクションエスペシャル25本入り、ファン・ロペスからのね、ラカサデル・ハバノなんで、どんなのかね、ちょっと想像がつかないんですけれどもね。ただもうこの箱からしてすごい期待が持てますよね。ちなみにこの葉巻は、2021年の12月にルクセンブルクのディストリビューターが、そこからの皮切りに、リリースになるということで、箱はね、日本でこれ初です、初上陸で、こちらの方は開封してた、これからテイスティング していこうと思うんですけれども、そのテイスティングはね、シガーナビの方にこの動画より先にアップされることになると思いますので、ご覧いただければと思います。ちなみにこの葉巻については、シガーナビの方にも詳しく載せようと思うんですけども、さらっとお話すると、ファン・ロペスのブランドのね、150周年記念とラカーサデルハバノのフランチャイズ30周年記念合わせての記念で発表された葉巻っていうことになります。ではね、早速こちらの方開けていきたいと思います。こちらの方ワランティーがついてますので、まずはさっさとスパッとカットで、こちらの方もね、ハバノスとラカーサのステッカーよーく切るの忘れてね、開かないなみたいな感じになるのよくあるんですけれども、スパーッと、さ、外箱、これは厚紙ですね。開けてみると、おほー、緑色の布袋ですね。緑色、ファン・ロペスっていう感じのカラーリングじゃないんですけれども、白とグリーンのコントラストがね、美しいですね、これ。では早速、もっと取り出してみて、こちらの方、いや合成ですね、これ綺麗だな、もう上がりますね、こういう風なパッケージングのシガーっていうのは。白い箱、ピカピカですね。これこういう風なラグジュアリーボックス、この場合ボアトナチュールですけれども、はビニールでね、こういう風に保護されてるんでね、ギラつくんでね、取っちゃいましょう。この車の新品のシートとかのビニールも外すの気持ちがいいじゃないですか。これね、気持ちいいですよね。このファン・ロペスのここのイラストは、通常のドレスボックスにも印刷されているものと同じですね。ただ白ボディなので、すごく色が立って綺麗に見えますね。サイドはこんな感じで、わかりますかね、ここにもね、細かーくね、そう、ファン・ロペスロゴが入ってるんですよね。サイドにはラカサデルハバの、後ろは蝶つがい2つ止め、はい、ラカサ、後ろにもね、滑り止めのこっちもね、グリーンですね、ベロア調になってます。さてと、じゃあこちらの方開けてきましょうかね。じゃあオープン、
うん。通常のハバノスの葉巻の説明書とこちらの葉巻の説明書ですね。こんな感じで。何が書いてあるのかな。ファンロペスセレクションエスペシャル。うんうん。これまあリミテッドエディションとかそういう風な葉巻とかにもこういう風なの入るようになりましたけれども、これもね収集欲をねすごく刺激されますよね。セポ52、リングゲージ52に長さ170ミリということは、ビトラデガレラフォルトナスですね。わかりやすい一般的なビトラデサリダで言えばダブルロブストというところになるでしょうか。まあ、そこら辺は置いといてね、本編の方、葉巻の方ね見ていきたいと思いますね。バンロベスのビトラ見ればわかりますけど、でかい葉巻ですねこれは。おー、綺麗な葉巻だなこれ。うん、でかい。ダブルロブストっていうとやっぱりねリングゲージがあるんでね、ダブルコロナとかよりも大きく見える時とかがありますよね。これ芸が細かいな。ここの一本取り出す用のリボン、ここにも書いてありますね、ファン・ロペスってどれ。おー、こちらがファン・ロペスセレクションエスペシャルです。綺麗ですね。ラッパーの色はコロラド、非常にツヤがあってもうツヤツヤしてるラッパーですね。いや綺麗だ。でラカサデルハバノなので、こちらの方に LCDH のダブルリング、ファンロペスのリングは通常のリングですね。すごいいい香りだ。持ってるだけでもね香りが伝わってきますね。いやこちらの方ね早く日本に入ってきてもらいたいですね。ベネルクスのディストリビューターが卸してるんで、あっちの方ではまだ出回ってないかな。まあサンプラーが配られたのでバラで吸った人とかはあると思いますけれども、製箱でね入ってきたのはこれが最初だと思います。ですね、ご堪能ください。こちらの方着火していきたいと思います。おこの葉巻なんですけれども、ビトラの名前がねビトラデガレラフォルトナスなんですけれども、こちら、葉巻に詳しい人はね同じファンロペスのこちらの方セレクションスプレマと同じビトラというのが気づいた人がいるかもしれません。同じブランドでの同じビトラで限定品で同じビトラが出るってのは珍しいことなんでね。ハバノスもねなかなか粋なことしますね。これで吸い比べてみろっていうことなんでしょうかね。まあおいそれと吸い比べられるようなビトラじゃないですけども、セレクションスプレマは2009年に出て、まあ、もう十何年前ですか。2009年だから12年前ですか。市場にもないんでね、まあある人なんかは両方とも吸い比べてみると面白いかもしれないです。うん、うまく切れました。ちゃんとね、カットする前に香りも嗅いでみましょうね。やっぱね、ターボライターは着火が早いですよね。で、ラッパを焦がさずにフットの表面だけ炙ることができるので、本当文明の利器です。古いものはその味っていうか風ガスを楽しむっていうのはいいかもしれないですけれども、実用的っていうようなところで言ったらね、やっぱり現代の便利な道具っていうのはね、外せないですよね。
うまい。このね、香りの立ち上る煙の香り、白っぽい煙っていうかな、なんていうか、この白樺の焚き火みたいな香りがですね、すごくね、いいアロマですね、これ。やっぱりね、これだけのリングゲージだと、フィラーをたくさん使われてるんで、味わいに重層感があって濃厚なんですけれども、それでもね、重たいっていう感じではないんですよね。バックにはね、ウッドが背景にあるんですけれども、それでもね、ただ単にウッド1枚っていうわけじゃなくて、もう何層にも積み重なってて、そのミルフィーユみたいに若干ずつね、呼吸の強さであるとか、あと瞬間瞬間の時間でね、変化がものすごい出てくるんで、万華鏡みたいっていうふうに言うといいかもしれないですね。刹那刹那でこのウッドの表情が変わる。で、ウッドなんですけれども、そのウッド全体の端っこの方に、ナッツであるとか、きな粉であるとか、浅入りのコーヒーであるとか、そういうふうなニュアンスが出てきて、いやー、なんていうかな、あんまり、そう、ギンギンの派手さっていうのはないんですけれども、すごいなんか、いぶし銀のシガーですね。見た目がこの通り、ものすごいボリューミーな葉巻なんで、ガツンと濃いっていう風な感じの連想をやっぱりね、今しちゃうんですけれども、これね、いい意味でね、そこのところを裏切ってくれますね。タッチ自体はミディアムフルで、ファンロペスの味わいを残してるんですけれども、アフターはレザーですね。パルダガスみたいにガツンとこう歯茎にくるようなタンニンっぽいレザーでなくて、もっとタッチの軽いふんわりした、でも余韻は長いレザーですね。うまみも強いんですけれども、これは魚介っていうよりも植物系のうまみを感じます。そう、干し椎茸とかそんな感じのうまみを感じますね。美味しいですわこれ、ダブルロブストっていうビトラですとね、結構着火するのに仕込んでしまうっていう人が、いるかもしれないですよね。現行のショートスモークが増えてるハバナスの中ではやっぱり大きめのビトラですから。でも多分このシガーは吸っててもですね、そんな疲れないです。こうギンギラーにグッてくるような、今のヘビータッチのシガーは多いですけれども、その中でもなんていうかね、こう一服の清涼剤っていうか、ふんわりしたようなタッチですので、おそらくね、このビトラでも吸い切るまでもそんな体力使わないで、緩やかに吸えてしまうような優しいシガーだと思います。なんつうかこう、メローナっていう風なのがぴったりくるようなシガーだと思います。細かなね、レビューとかはね、シガーナビのメモランダムの方にまとめたいと思いますので、今はこのね、新しい葉巻を心ゆくまで楽しみたいと思います。それではまた。